孔子の死後、戦国時代における儒家の八学派。天挙は、半彦見学編にある。世の明ら学、樹、墨なり。樹のところ至る、高級なり。墨のところ至る、墨的,的なり。自孔子の死なり。ありこばりの住、有子氏の住、有願子の住、有毛子の住、有漆、長子の住、有中良氏の住、有孫子の住、有楽ただしの住、樹木子のしなり。 有宗悟氏の墨、郵送不死の墨、有頭領氏の墨。小穴、墨の後、十分ため八、墨りため三、主社総判、不動。しかも怪獣一心穴、墨。穴、墨深また生、進むだれ使い、定余の学ぶか。半期後、明らかく、第五十世の見学は十家と牧家であり、孔子の死後、十分ため八と書かれている。小針の樹、死子の樹、 元氏の呪、孟子の呪、るし、長子の呪、中良氏の呪、孫子の呪、くただし氏の呪がすなわち、八呪である。子、の呪が、孫子門か、元氏の呪が、願海門か、中良氏の呪が両及び小張門か、孟子の呪が、孟子門か、孫子の呪が、純子門かと考えられている。小張りとは、孫、梨、あざ小張り、春秋末期の陳国養常人で、 孔子の晩年の弟子で、かつて孔子に従って、諸国を周遊しました。古長さんは、勉学に励んでいますが、性格は、やや過激です。彼は一生仕事をしていないで、孔子が死んだ後に、親国で弟子を治めて抗議して、伝えた弟子は、小針の従者を形成して、戦国時代の儒家の八杯の首のためです。獅子,子とは、孔子の孫の穴のことで、 孔子に弟子として参加されたことがあります。大多数の僧子の観点から、獅子の呪者は、孔子の中央思想を発揮して、儒家の神聖の学に対して、重大な貢献があります。しかし近代には、多くの学者が僧子の説を疑っています。孔子の弟子の中には、顔部、眼界、眼見ゆき、顔高、顔祖、顔の僕、顔、顔何んと8人。 元詞の呪は一体その中の誰の学で伝えられたのか、今日では、もう確かな結論が得られなくなりました。学術界は元会を代表とするものと思われます。元会は、孔子の最も得意な弟子であり、安貧楽道であり、仁徳思想を実践することに重きを置く。学術界では、孟子の呪は、孟子の一脈を指すと言われています。 孟子は戦国中期の儒家の代表的な人物で人間性本前及び人生、王道の政治理想と民紀君系の民本思想を主張しています。孟子の儒と獅子,子の儒は密接な関係があります。孔子の弟子の中でうるしぼりというのはうるしぼり、うるしり、うるしりと父の三人です。うるしぼりは春秋末期に露国人は人間性の善と悪を主張した。 近代的な学者の研究は、福祉、高尊、甘子、よ広氏などがすべてこの派の主要なメンバーだと思っています。中張は、孔子の弟子の張の息子の両職なんと二人。八杯の中で、中漁師の字は張り、創三、小夏などの孔子門人を含んでいます。彼らは農業を基本とし、霊学者祭、ただたか終身成果の道を提唱しています。は、 国船条県北側の二山に住んでいます。最恵光十一年、ハリは講師を学んで列国を周遊します。有政門から長く、宿その後、国局府に移住しました。講師の晩年の時、ハリの指示の下で、死兄弟と弟子と共に、講師の儒学思想体系を代表する著書、論語を編纂しました。春秋や講師家語も聖書します。礼、語、 数などを改定する。祝三十歳で子供がいません。息子を産むためにもう少しで妻と忘るところだった。両職は重層三から小夏の学を兼ねて一派となった。陳規優によれば中漁師の樹は来期団球場に乗っている中張子派かもしれません。学術界では一般に孫子の樹者は淳子を代表とする一派であると考えられている。 純子は、戦国末期の儒家の代表的な人物で、霊法、剣治、天人相文、天命性を主張して使っています。人の性は悪であり、善は偽であるとして、明後日の学習の重要性を強調した。この葉ももう受験できない。各末着の推測によると、楽勝氏の儒者、または、孟子の弟子である、楽勝活は、孟子の儒者の部類に属する。 陳規、優の推測によると、楽勝氏の受者、または、創始弟子の楽勝詩春のために、創始の額を伝えた。ありがとうございます。